韓国ネットに韓国人の疑問、なぜ日本のデモには一般人があまりいないのかと載った。韓国のデモは効果を発揮することがある。だから大衆は高ぶった集会デモに馴染む。首都ソウルではいつでも何らかの抗議行動に遭遇せずに街中を歩くのは無理な相談だ。最近では日本の輸出管理強化への抗議、または朴槿惠前大統領の弾劾訴追につながった2016年の退陣要求デモなど、大規模な抗議運動がたやすく組織され、社会のあらゆる層から広く参加者が集まる。こちら画面見て右側の方、大統領府に向かって、行進が始まっています。ただですね、参加者がとても多いためですね、広場にもまだ多くの人が残っています。広場近くの地下鉄の駅からは、会食などの私的な集まりは4人までに制限したことに自営業者は猛反発しています。水曜集会は1992年1月に始まり、ソウルの日本大使館前でほぼ毎週欠かさず開かれています。団体の元理事長による補助金不正疑惑のため、韓国でも活動に対する疑問の声が上がっていますが、参加者らは初心を取り戻すとの謳い文句を掲げて、ソウル中心部を練り歩き、1948から87年まで独裁政権が長く続いた時代、抗議活動は国家に苦情を申し立てる唯一の手段とされていた。だが自由民主主義国家に転じ、利益団体が政治に及ぼす影響力が拡大したにもかかわらず、制度の枠組みの外での集団行動は民衆にとって自らの関心や懸念を表明する主要な手法であり続けている。民主化によって市民は投票権を手にしたものの、政府との適切な仲介役となる国内組織は不安定なのだ。そのせいで政策決定プロセスへの市民社会の参加が妨げられている。だからこそ、デモが一種の疑似的な権限獲得の手段になる。抗議活動は特定の問題を明らかにする上で極めて有用だが、それでは政府と共同で政策を策定、立案、施行、監視する能力を市民社会は得られない。韓国のデモが得意である根っこには反、が関わっている。抗議活動には韓国特有の社会心理的要素の恨みが、不正義や苦しみへの反応として生まれる深い悲しみと怒りの感情を表すのだ。裏返すと安心感や力の不在という認識がもたらす無力感の表れだ。大統領までが国民的情緒と背中をさするくらいだから、デモ当事者にとっては結果はガス抜きでも、身をよじって自己陶酔犯に浸れる場面なのだ。彼らが見る日本の集会やデモはただの欲求不満の吐け口としか映るまい。集会やデモの主催者や参加者は皆小規模政党の関係者や人権団体などで、一般人は滅多にいない。その参加者はプロ市民で、日当目当てで釣り上げられたもので占められていることも知っていよう。だって韓国からもハングル文字の旗を追っ立てて押しかけたりしているもの。お聞きいただき感謝申し上げます。